ゼノンはマイクロソフトのゲーム機である XBOX360 で CPU に使用されているパワー PC ベースのマイクロプロセッサである。このプロセッサの内部的なコードネームは IBM によっては Waternews、Microsoft ーーによってはザシピーと呼ばれた。このプロセッサは IBM のパワー PC 命令セットアーキテクチャをベースとし一つの台の上の三つの独立した。 プロセッサコアにより構成される。これらのコアは、プレイステーション3用に専用に設計されたセルの PPE の微修正版である。それぞれのコアは2つのシンメトリックのハードウェアスレットを持ち、合計で6つのハードウェアスレットをゲームで使用できる。それぞれの独立したコアは 8KB の L1 命令キャッシュと 8KB の L1 データキャッシュを持つ。 このプロセッサはパッケージングにザシピートラベルされ、チャータードにより製造されている。チャータードは2007年に半導体製造プロセスを65ナノメートルに細分化し、製造コストを削減した。なお、2010年1月にチャータードが合併し、グローブルフンドレスが半導体製造を担当している。なおゼノンの名称は、 Xbox 360の初期の開発時のコードネームとしても使用された。ありがとうございます。